ラージ、スケールアトミック、モレキュラーマッシブリー、パラレルシミュレーターは、サンディア国立研究所の分子動力学プログラムで、ある。ランプスは、並列通信のためにメッセージパッシングインターフェースを、利用し、GNU ゼネラルパブリックライセンスのもとで配布される、フリーかつオープンソースのソフトウェアである。ランプスは、もともと、アメリカ合衆国エネルギー省の2つの研究室と、 民間企業のその他3つの研究室との間の共同研究開発契約の下で開発された。2016年時点でランプスはサンディア国立研究所とテンプル大学の研究者らによって維持、配布されている。2016年現在、サンディア国立研究所とテンプル大学の研究者によってメンテナンスされ、配布されている。計算効率のためランプスは 近隣の粒子を把握するためにベルレリストを使用する。このリストは粒子の局所密度が大きくなりすぎることがないように近距離で反発する粒子の形に対して最適化される。並列計算機上でランプスはシミュレーション領域を小さな三次元改領域へと分割するために空間分解技法を使用し改領域の一つが個々のプロセッサに割り当てられる。プロセッサは 改良域を境界を作る原子のために幽霊原子の情報をやりとして記憶する。ランプスは、おおよそ均一な密度を持つ三次元脳型体を粒子が満たした系について、最も効率的である。ランプスはまた、結合スピンと分子動力学を高速に行うことができる。ランプスは、多くの解析ツールやエンジンにも結合されている。ありがとうございます。